トイック満点の取り方ってなんでトイック難しいのか、そしてどうやったらそこに行けるのか、トイックに出る表現を知らなきゃいけないです。訓練しないと無理ですね。さあ、で始まりました、もちつチャンネル。さあ、今回はですね、トイック満点の取り方というのをやっていきたいと思います。結構ね、4月に入ってね、目標トイック満点とかね、コメントとかでも来るようになったんですよね。トイック満点取りたいですとかね、もちさんみたいにトイック満点を取っていずれは抜かしたいですとかっていうのをね、メッセージも来たりしたんですけど、いや僕は受け続けてたら抜かせないじゃんって思ったんですけど、まあいつかトイック満点取ることですとかね、まあ目標は全然いいんですよ、立てていただいて OK なんですけど、そう簡単には取れません。残念ながらむずいよ、めちゃくちゃ難しいよ。まあもちろんね、昔と比べたらですね、満点取ってる人っていうのがだいぶたくさん世に出てきているので、簡単なように感じるとは思いますね、はい、昔はもうトイック満点なんて無理なんだっていう風に思われてたものですから、めちゃめちゃなんか神様扱いされましたよ、いろんなところで。少なかったからね、で本も出すのも簡単だったし、でも今やね、満点講師って言われる人がさ、普通のまあ専門学校とかでね教えてたりするし、ね、著者もいっぱいいますよ。でまあそういうのもあって取りやすいんじゃないかと思ってるね人はいるんですが、そんなことありません。確かにある一定の水準の英語力を超えれば取れます。で昔はその水準っていうのがどこにあるか分かんなかったんですけど、結構満点を取ってる人たちがいっぱい出てきて、あ、なんだ英語このレベルまでいけば満点取れるようになるんだっていうのをね、分かるようになったわけですよ。もちろんネイティブだったら取れます。普通に考えれば高校卒業してれば絶対取れます。もちろん長くて嫌になっちゃうとかね、まあニックが共通テストの問題解いたのありますけど、ああいうのやっぱね辛いんですよ、ネイティブにとってつまんないからね。でも本気出しゃ取れますよ。で同じように日本人でもここまでの英語力くれば満点取れるよっていうのがあるので、その辺のことを話していきますね。でなんでトイック難しいのか、そしてどうやったらそこに行けるのかっていうのを話していきます。もちろんいろんなパターンがあります。帰国子女ですとかバイリンガルですっていうんだったら、こういうのもね特に気にしないで、はい満点っていう感じになると思います。でもそうじゃない人たちっていうのはきちんとどうやってね対策しなきゃいけないのかっていうのを知っていかなきゃいけません。なんで自分がどうやって対策してきたのかっていうのをね話します。で満点 1,2 回だったらですね、まぐれというかで取れることはあります。何回も何回もトイック受けて努力してきてっていう人で1回2回取ったっていう人はまあいると思います。でもやっぱねトイックの勉強だけしてって満点を何度も出すっていうのはまあ難しいですね。ほぼ不可能に近い。というか満点をたくさん取ってる人たちというのはトイックの勉強してないですから、まあ自分も含めそうですけど普段やってないです。じゃあどうするのか話していきますね。じゃあトイックまず何むずいんだっていうわけなんですが、まあ、2時間で長いから辛いよっていうのは当たり前なんですけど、出てくる表現が難しいですね。でどういうことって言ったらですね、リスニングの方ではやはり日常生活で生活していく、まあ、トイックってオフィスイングリッシュなんて言われることもあるぐらいですね、オフィスで使う、そして生活に使う、この英語っていうのを重視した試験です。まあ、ビジネス英語って、まあ、多少は出てきますよ、ビジネスの面は。でも、そんな専門的なことは出てこないんで、生活ができればいいんですよ。そもそも海外に行って、自分の仕事ぐらい英語でできないとダメなのは当たり前じゃないですか。で、できるんですよ、そんなの。実際、普段やってることですから。でも、日常生活になったらそうはいかないよって人いっぱいいるんですね。だから、ほら、不動産でね、自分の住むとこ探さなきゃいけないとかってめちゃめちゃ出てきますね。この間も、その分割払いのその1回なんて、なんすか、その英語って。ね、トイック勉強してる人に言われてもインストールメントって言うんですけど、そんなん知るわけないっすよとかって言われて、でその人がそうやって日本語で言って、僕自身はそれが聞いて、あ、はい、インストールメントのことだな、トイックに出たことあるっていうのですぐにパッと浮かぶわけですね。壁画なんて聞いたことないです。あ、ミューラルね、はいはい、トイック出るなとかっていうのがパッと浮かぶわけです。そうだからトイックに出る表現を知らなきゃいけないです。大学受験までで出ないですよ。まあミューラル壁画は多少出ることはあるんですけど、インストールメントで分割払いの1回とかっていうのはまず出ないですね。で大学入試まですごいやってきたからできるんだ俺はっていう風にね結構勘違いしてる人いるんですよ。早慶とかね入ったりして、なんだ俺できんじゃ、英検準1級も受かったしさって思ってトイックやってみたら撃沈しましたって言って、まあよくコメントで、ね、森哲の凄さが分かりましたみたいなね、受けてみて分かりましたっていうねコメントよく来ます。トフル満点じゃないんすかとかっていうねコメントもしょっちゅう来ますね。でもそうやって言ってる人たち全然トイック取れないから、受けたことある人だとその難しさ知ってるから、それでトフルはどうたらとかって言わないです、本当にトイックの難しさを知ってる人はね。なんでその日常使う表現、そしてまあリーディングの方は文語が多くなりますので、ね、マニュアルとか出てくるとすごい苦労する人いるんですよね。そう、マニュアルって
こんなむずいんだみたいなね。でもマニュアル読めなかったら困るじゃないっていう風に表現がまず難しいんですよ。じゃあどうすんだ。まあ、日常生活してりゃそれは当然簡単に身につくわけですよ。だから多くの人が留学して身につけました。で、じゃあ留学したことないですって言うんだったら、まずはトイックでその出る表現を覚えること。まあ、これが当たり前ですね。一番手っ取り早いですね。ただそれよりも超えた表現がね、ちょこちょこ出題されるわけですよ。で、トイック何回も受けていけばそれを潰していくことができるんですけど、まあ財力的にもちょっとねっていう人いろいろいると思うんですけど、まあ、そういうところはやっぱり普段から英語に触れておく。ドラマでもいいですし、雑誌でもいいですし、そういった能力があったんで、自分自身は表現でそんな困ることはないですね。留学もしたし、実生活で覚えた表現いっぱい出てくるし、ドラマも映画も未だに見るし、新聞雑誌も読むから、だから分かるんです。答えを出せるんです。続いて情報処理問題。まあ、これが非常に厄介ですよね。まあ、これからのね、高校生とかって共通テストの対策とかするんで、今の大人の人たちよりはまあ、トイックで点を取りやすいとは思います。答えに関係ある情報を見つけてきて、それをこうね、複数あったりして、それを照らし合わせるとか、推測する、ここにこう書いてあるんだからこれが言えるよねみたいなのね、こういうのの訓練をしないといけません。これに関してはもうマジで大事。結局今回もそういう情報処理問題で超高得点者の人たちがね、研究持ってる人とかがこう分かれるわけですよ。答えそれはやっぱここにこう書かれてるってことはこれが言えますよねっていう、この推測の部分に解釈の違いが出てきたりとかね、するわけですよ。でこういうもの、この発話してる人の意図は何ですかみたいな、ね、意図問題とかっていうのはやっぱ特殊です。訓練しないと無理ですね。だ帰国子女とかでもトイック受けてみて取れない点数がっていうのはそこだと思いますね。トイックの問い方っていうのを知っていく必要があります。だからやっぱそれは100何回もね受けてるから分かるわけですよ。はいはいはい、このパターン来た、このパターン来たとかね。で、常にトイックもアップデートされていきますから、その出題されてるものに対する解き方をも当然アップデートしていかなきゃいけません。で、プラスで最近はやっぱり新しいパターン、問題も新しいパターンが出題されますし、そもそも場面自体もね、新しくなってますね。この間まあ SEO が登場したりとか、タブレットが出てきたりとかさ、時代も変わってますから、それについていかないといけないですよね。そして次はまあ自分自身は一番大事かなと思うんですけど、圧倒的な英語力が必要です。トイックは偏差値なんで全問正解する必要はないんですよ。リーディングだったら1問ミスでも満点出ること多いですし、リスニングだったら3問とかミスでも満点出ることが多いです。だから全問正解を目指す必要自体はないんですけど、でもやっぱりケアレスミスをする人は取りづらい。時間ないわけですから、だからこのケアレスミスが起きない、そういう性格の人は有利です。そういう人たちって読み間違いとか聞き間違いとかも少ないですし、マークのミスとかもねすごく少ないです。当たり前ですけど満点っていうのにはここの力が求められますね。正確性っていうのが非常に大事になってきます。特に時間ない試験ですから、ね、リーディングなんか終わんない人がほとんどです。ミスしちゃったらとんでもないことになるわけです。マークミスなんかしちゃったら、うわー全部ずれてたとかってね、そんなことになっちゃったりするわけで、正確性っていうのはむちゃくちゃ大事。自分はそれがないんですよ。ただで読み間違いめっちゃあります。単語の読み間違いめちゃくちゃあるからさ、本文もそうだし、選択肢も間違って読んでることなんかしょっちゅうあります。マークミスしますよ。何度もしてます。聞き逃し、見逃し、しょっちゅうあります。じゃあ、どうすんだってわけですよ。そういう時に僕がやってるのは、圧倒的な英語力でねじ伏せる。ことですね。もうミスしちゃうんだもん、無理なんだよ。じゃあどうすんの。ミスしても満点が取れるように他のところで何とかする。で時間余らせて確認する時間、見直しをする時間を作る、見直せるようにする。リーディングだったら何度も読めるようにする、何度も確かめられる時間を作る。そう、圧倒的速度で解けばそれだけ同じところ読めますし、それだけ見直す時間があるんです。だからこの英語力、じゃあそれどうやってつけたの。めっちゃ読んだんです。当たり前ですけど。で、大学入試のレベル当然つけましたよ。身につけました。大学入試で構文めちゃめちゃちゃんと勉強しました。僕の場合は他の人たちと違って、英語ができない状態からトイック満点まで持ってったんで、普通の人よりやっぱ構文とかね、地道にやっていかなきゃいけなかったわけですよ。文法とかもね。まあそのおかげで今文法力がドンとあるから、早く解けるんですけど、パート5とかは。読まなくても解ける。みたいなね、のはあるんですけど、読解力、読解スピードっていうのは大学受験で養ったものっていうのはすごく大きかったです。最初は時間かかっちゃうと思いますよ、構文取ってたら。でもそれがだん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 自然とこう前から読んでいけるようになるんです。でその力がついたのですんなりいけた、よかった。で TOEFL とか IELTS、 ケンブリッジ英検、国連英検、英検1級はそんなリーディング難くないっていう、まあ難しい試験たちを切り抜けていて、
力をボーンって上げた感じ。それがなかったら今のそのトイックパート7のね読解ね早く読むことなんかできないです。そこで早く読むことができるようになったので、だから今のこの満点っていうのができます。でリスニングに関してもそうですね。もちろん留学してて聞いてたのもあるけれども、先ほど言った試験たちのめちゃめちゃむずいリスニングを何度も何度も解いてきてるから、トイックは優しく聞こえるわけです。だ圧倒的にトイック990よりも上の力を得たから、だから取れるって感じですね。トイック990なかなか取れないよ、あなんとか取れた、なんとか届いたってやってた学生時代と全然違う景色なんですよ今で。ここで僕がやっと取れた、なんとか取れたってやってる時に、いつも満点取ってた人たちっていうのは別にトイックの勉強なんかしてなかった。トイックの勉強しないでどうやって取ってんすかって僕思ってたんだけど、今だからこっち側に行ってよくわかりました。あ確かにトイックの勉強なんかいらないわ、だってもっと難しいことやってんだもん。でて論文書いてたから、まあアメリカ留学中もそうだし、日本に戻ってきてからも論文書くのでめちゃくちゃ読んだので、大量にやっぱ英語の論文読んだので、それは基礎としてあったね。てかまあその論文をたくさん読んだおかげで TOEFL とか IELTS とかケンブリッジ英検とか国内英検でやっぱリーディングはそこまで困らなかったっていうのがありますね。ということで圧倒的な読む力をつけたからなんです。だからまずはそれをつけてください。それをやってないでトイック満点なんてそう簡単に取れるもんではありませんので、ぜひしっかりと勉強してここの位置の景色を見るように頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.